おはようございます。6月24日ですね。5時11分の相場解説になります。昨日はちょっと大きな動きがありまして、昨日の夕方からね、それから深夜2時ぐらいまでをかけて、まあしっかり見ていたんですよ。動画を撮る暇がなくてすみません。なんか映画を見ながらねあのチャートの方を見て、あれですね、エントリーしてましたんでね。で、この日足を見ていただくと分かりますけども、マークするポイントがここですね。この力点ドーンと上がっていくところのきっかけになっていくわけなんですけども、ここと、あと下がった時のね、この点ですね。ここでグイッと反発してるよってところです。まあちょうどゾーンと絡めて三角形を描くようになってます。正三角形に近いですね。まあそれは偶然なんですけども、4時間の方行ってみましょう。これを説明します。4時間の方行きますと、ここにまずぶつかったところと、あとここをぶち抜いたよっていうところがありますね。さっきの三角形とは違うんですけども、この力点ご覧ください。ここをね、ブレイクした瞬間に、売りでエントリーしていたんですけども、ヒゲを大きく出して、また今戻ってきてますよね。で、ここが、この部分がテイクプロフィットするエリアなんですよね。まあ昨日はちょっと深夜だったんで、私ね、105円まで行くかと思ったんですけども、105円わずかに行かなかったかなってことですね。106円から105円の方向に、セルで、行くと、売りで行くというふうに昨日の朝の相場解説してきましたけど、まさにその通りになって、ただ、やっぱりね、利確する人が多くてですね、一気に戻ってきてしまいまして、現在106円の508で、まあ40ピップスぐらいを取れたのかなっていうところですよね。これからまだね、売りの方に下がると思いますよ。というのが、このレジサブライン割ってますから、これをね、上にね、また戻ることはあんまり考えにくいと思うんですよ。今までの経験から。これね、下の方に、今、線状を移して、多分ね、推移するのが、こちらの、ヒゲから実体までの間だと思うんですよね。ここでレンジを形成するんではないかなというふうに見ています。1時間の方を見てみましょう。1時間の方を見ると、わかりやすい。この力点ね、これ、あら、線になっちゃった。ここをですね、皮切りにゾーンをビーッと引くわけですよ。これね、ゾーン引けますよね、これね。そうすると下に行ってもやっぱ戻ってくると、おおむねこの上でレンジを形成してるわけですよね。これお話しましたよね。レンジを形成して、レンジをブレイクしたらそっちの方向に行くんですけども、これもそうかなと思ったんですけども、組み上げて大きく売りの方、私ずっとね、このテーマは売りで言ってましたからね。売りですよ。売りしか言ってないです、ずっと。それは売りの方に行くわけですよ、これ。で、ここを突き破った。ここでエントリーですよ。そうすると、ドーンと行ったわけなんですよね。で、105円に触れるか触れないかで戻ってきちゃったんで、これは見ながらエントリーしないといけなかったかなってことですけども、まあ反転したところでね、まあ利確をこういうふうにしていく。っていうことになります。で、今まあこの辺に至るということですか。じゃあこれからどうなるかってことなんですけども、まあ少々上がるにしても、このレジサポで跳ね返って下。まあ跳ね返らないにしても下。で、ヒゲ先のところまでは行くだろうなと。105円、106円から105円の切り替わりあたりで、またね、利確が進んで、105円の半ばに入ることなくまた106円エリアに入ってくるのかなというところですね。それがこれです。もう、これです。この辺で推移するってことですね。はい。では以上でございますね、今日は。